荒川よしよしです。98年からは生で見てて、91年のやつはビデオで大人計画にあったやつを見てて、ああすごいなと思って、ね、まさかこういう機会で自分が初めて出るとはと思って嬉しかったです。単純になんかすごいもの、なんかこうなんて言いますか、放心状態みたいになってましたね。すごいの見たなみたいな感じで、クスケがそのまあね、最初の温水さんで安倍さんやって、女性ですもんね、岸井さんは。楽しみですね、どうなるのかなっていうのが。本がね、その見たことない福助、多分そのコオロギっていうか、まあ、松尾さんがもともとやってたのを安倍さんがやるっていうのもどうなるんでしょうね。全然予想つかないですけど、はい、まあそうですね。岸井さんとかは全く初めて、黒木さんとかは何でしたっけ、ドラマで、舞台は初めてです。舞台、うん、ドラマではご一緒したことありますけどね、怖いでしょうね、松尾さんのやつ出るって。どう思ってんのかな、わかんないですけど、はい、今はね、いろいろできてますけど、やっぱ昔ミラノ座とかでかい映画館があって、一番なんか大きかった、そこで、うん、でなんか、ファンタスティック映画祭とかなんかやってたんですよ、映画祭を。で自分 の、 あの井口昇さんって監督がいるんですけど、で自分が初めて、出演っていうか主演した恋する幼虫っていうのをミラノ座で見た時はちょっと嬉しかったですね、はい。でなんか伊勢さんとかも映画館でもぎりとかやられてたんで、映画を見に行ったなっていう印象ですね。そうだ、歌舞伎町で歌舞伎やったことあります。ミラノ座じゃないですけど、そうそう、獅童さんの赤堀さんのやつで、それはまあまあ歌舞伎町の奥っていうか、なんかプロレスとかやってる多目的ホールとかでやりましたね。本当にどうなるか分かんないですし、でもまあ間違いなく、まあ、僕らは一生懸命やると思います。あと、まあ、絶対多分面白くなると思います。皆さんぜひ、やっぱ舞台は生で見ていただきたいです。よろしくお願いします。